り10分。違うでしょ、全部同じ感じだわ。はい、簡単に入れて行きましょう。今から電波サールに行きます。 CT ありました。それじゃん、でかい。でかい、いいね。いや、結構好きだよ、ママ。あの、タイ航空早いし、間に合ったようです。超すげえ。はい、なんかファーストクラス乗る人みたいじゃない、ここ。ちょっとファーストクラスっぽくない？うん。一番前の席でしょ。みたいな飛行機好き？うん。どこの航空会社が一番好きだった？これ。あ、いや、アノじゃないか。ハワイじゃないですか。ハワイが大好き。骨のオレンジの人みたいな。はい、今から乗り込みます。まあ、パソコンしたいからさ、コンセントなんかな。ここ囲まれてる。コンセントだったら YouTube 編集するね、みんな。あったかくない？なんかここで、え、この空間あったかくね。あったかい、てか違うよ、タイがあったかいんだ。あったかいんだ。コンセントだよ。あるよ。どこ？ここある？ある。え、あるある。どこ？はぁ、神。まあ、パソコン出します。はい、今からバンコクから電波サラに。何にも喋んないし、泊まるとこも聞かれないし、どこ行くのも聞かれないし、どのぐらいいるのも聞かれないし、いつ帰るのも、何にもマジで一言も喋ってない。何だったんでしょう。でも、範囲増えてる。はい、今から荷物を受け取りますよ。でも私たちの昨日運ばれてるはずだから、多分ここにはないの。ねえねえ、このカートやばいんだよ。息切れやばい、重くて。だから、なんか違うとこに聞いてみましょう、ひーちゃん。絶対ないからさ、ここに。でも聞いてみよう、これで。一応今日ので流れてくると思う？思わない。思わないよね。いや、これはね、そこのパッケージサービス聞いてみようぜ。このカート不足の中で持って、それなんかナンバー6にあるんじゃないか説、行ってみよう。なんか普通にナンバー6やナンバー2で、しかも今日乗ってきた飛行機にうちらにも乗ってた。今1個目普通に受け取ってピンバック待ちでございます。はい、税関も超余裕でしたね。え、一回さ、ママさ、そこでさ、自分いくらかだけ見ていい？一応20ギガ買ったんだけど。あったか。あったかいだろ。20ギガ買ったんだけどさ、いくらすんだろう。なんか70ギガぐらい持ってないと嫌なんだよね。ついにタバコが吸えるぜ。いや、マジでさ、バンコク吸えねえから。やっとです。ほんでホテルまでのクラブを、乗り場を探しましょう。てか、うちらさ、こないださ、国内線だからさ、違うじゃんね、ここね。あ、あそこだね、グラブって書いてある。意外と簡単じゃない？てか、そのさ、なんか、あ、やばいよ、ヒート段差、ここなんか段差やばくない？あ、そこ段差ない。うん、怖い怖い。もう保険金降りないかもしれないから、パソコンは絶対壊したくない。グラブここじゃね。
めっちゃグラブ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 書いてあるよ。いいだ、どっちでもいいけど。登れ登れ。すんごい人だね。ちょっとグラブ読みます。めっちゃグラブの方がいいじゃん。グラブです。行きましょう、ホテルまで。一人1000円のホテル、やばそう。ああ、苦しいよ。ああ、ひだれたい。みーちゃん、どうですか。バリに戻ってきてくれるか。最高。絶対思ってない。なんか太ったんじゃん、まだ。最高って思ってない。キャッチがうるさいから。ニューだ、それ。しょうがないよ、みんな。それが仕事だもん。出なくていいんだよね。はい、どんな部屋が来るかはお楽しみです。